時は戦国時代中期、天文5年、1536年3月。北条の同盟先、今川家の内乱、花倉の乱が突如発生した。北条家当主、氏綱は、この事態を一刻も早く収束させる必要があると判断し、今川家嫡流の今川義元を支援するべく、嫡男氏康を総大将とする主力8000を派兵した。北条の活躍もあり、わずか3ヶ月で兄、長実を討った義元は、晴れて今川家11代目当主につき、敵対した豪族衆の鎮圧に乗り出した。しかし、甲斐武田家との密約であった武田信虎の娘の今川家輿入れが同時に進んでしまい、結果今川と北条にとって共通の敵であるはずの武田との縁組を北条氏綱への断りなく義元は結んでしまった。これに激怒した氏綱は天文6年2月、自らを大将とする一番の軍勢で駿河に侵攻。あっという間に駿東軍を制圧すると富士軍吉野まで侵攻。事の重大さに気づいた今川の参謀大元節斎は即座に駿河の主力を引き連れ潤井川手前で退陣するも、北条の軍師北条玄庵の計り事にはまり壊滅。この勢いのまま駿府まで侵攻した氏綱であったが、武蔵の荻安上杉や下総の御弓久保を放置できない状況でもあり、武田晴信の仲立ちにより提示された藤川より東の富士軍駿東軍を北条領とするとの停戦条件を受け入れ、第一次加藤一覧と呼ばれる北条の駿河侵攻は一旦収束となった。勝利を得た北条氏綱であったが、これで西は今川、北は武田に領上杉、そして東は御弓久保とほぼ全域を敵対大名に囲まれる状況となってしまい、一箇所に兵を集結できない状況に氏綱は悩んでいた。その氏綱が小田原城に戻っている頃、武蔵の国川越城では扇安上杉家当主智興が戦国の世を去ろうとしていた。ゲホゲホと友貞はおるか。はっ、紙と筆をお持ちしました。か、紙と筆頼んでおらんが。気を利かせて持ってまいりました。何に使うと申すか。犠牲の子を読まれるのでは。あよしねと申すか。ゲホゲホ。も、申し訳ございません。そんなつもりでは。ま、ばあよい。目も悪くなり、しかと皆の顔を拝めんが、諸将は集まっておるのじゃが。松山城の上座殿が遅れておりますが、太田殿、南畑殿はおられます。太田助明です。本日は智興様のために生きの良いすっぽんをお持ちしましたぞ。すっぽんは古来より中国の宮廷でも食されており、漢方薬にもなるとのこと。これを食されて元気になってくだされ。うむ、良き気遣いじゃ。助政、助明です。そうであったな。助明、良いか。友貞、気が利くとはこういうことぞ。はは。上田友直入ります。資産ご無礼いたしました。よいよい、北条の動きは分かったか。はい、今朝方甲斐武田からの早馬が入り、武田の仕掛けた罹患策により2月下旬から北条氏綱は自ら主力を率い今川領の駿河に侵攻。富士軍あたりで両軍は決戦となり、数で勝る北条軍が勝利。その後も駿府まで侵攻するかと思われましたが、この富士川を境界に東駿河を北条領とする停戦案が採用され。ゲホゲホ。もしや、もう戦は終わったと申すか。残念ながら、侵攻から10日ほどで停戦となったようにございます。めまいが。智興様、お気を確かに。これで、またも江戸城奪還が遠のいたか。まだまだにございますぞ。停戦したといえど、北条と今川は、以前のような間柄ではございません。ある程度、西に兵を割かなくてはなりませぬゆえ、武蔵に主力を入れるのは難しいでしょう。そして、この葛西城に詰める太田助政からの知らせでは、近く勝佐の真利厚武田家内で内向の兆しありと、当主についている武田信孝に対し嫡流である弟の武田信政が当主の座を奪うべく挙兵するとのこと。信政の後ろには御弓久保様がついており、北条は信孝を支援していることから、内乱となれば北条の目は暴走に向けられます。その時こそ当家は御弓久保様を支援し、この江戸城を奪還いたしましょうぞ。それは妙案じゃ。御弓久保様には当家が後方支援するゆえ、心置きなく上総へお迎えくだされと伝えるのじゃ。はは。助政、助明に。まあよいです。はい、ここに。北条側に悟られぬよう葛西城に兵を動かしておくのじゃ。北条が暴走の援軍に動いた時を見計らい、葛西城から江戸城に攻め込むのじゃ。はは。正直じゃない正直。はは。はそなたは入間軍と足立軍から兵を集め、この蕨城に入って戦支度じゃ。
戦が始まったなら荒川を渡り志村城を攻めよ。その後西から江戸城へ向かい大田隊と合流し江戸城攻めじゃ。はあ、殿、幾分か体調が回復されておりますな。そうかそうか、わしも軍の士気を高めるため戦場に向かわねばならんな。いや、ここは我らにお任せを。殿は無理なさいませぬよう。うむ、そうじゃな。ほほほ。何としても古巣江戸城を奪い返したい大家上杉と思う気は、暴走の内乱に乗じて江戸城を奪う策を立て家臣に号令した。しかし思う気の病は回復はおろか悪化の一途をたどり、この10日後の天文6年4月の27日川越城で息を引き取った。享年50。家督は息子友貞が継ぐことになったが、まだ12歳と若く、重臣上田友直、南畑正直らが後見役として支えることになった。この知らせはお弓久保足利義明に即座に伝わった。こんな時に死によって最初から最後まで土間置きは全く使えんやつじゃ。父上、病で亡くなったのです。そんなことを申しては。病だからこそぞ、武士なら戦場で散ってこそ名が残るというもの。それがどうじゃ。結果北条から逃げっぱなしで一死を報いることもできなかったのだ。されど火災城は奪い返しておりますぞ。ああ、火災城があったか。確かに扇ヶ奴が火災城を取り返したは当家にとっても大きい。この火災城に師匠で知られた太田一族が入っているおかげで、北条も無理に奪い返すことは困難。当家と北条との干渉地としての役目も担っておるで。その火災城に続々と北武蔵の兵が入り出しておるとも聞きまする。そのようだな。されど上杉智興が亡くなったのじゃ。せいぜい北条への威嚇程度にしか作用しなかろう。となると扇ヶ奴の力を借り駒御所を治める道は遠のきましたな。そんなことはない。阿波と上総、ここを完全に支配下とすれば数万の兵を集められよう。阿波の里見義高はすでに手を打っておる。戦となれば必ずわしに従うはずじゃ。問題は上総の真利安だけだ。今は所流の武田信孝が当主となっているが、信孝は北条と通じておるゆえわしに従おうとせぬ。よって足利将軍家であるわしが逆流の信政を後押しし、信孝を排除させ当主とさせる。つまりまずは真利安武田の内向に介入し、武田信政を当主とさせることからと。そういうことじゃ。本日信政を東京に呼んでおる。東京とはいずこに。ここじゃ、このお弓御所のことぞ。何故せがれのそなたが知らんのじゃ。誰も申しておらぬので。そうなのか。おう、二人揃っておったか。もとより春氏の動きはどうじゃ。兄上の仕掛けた策が見事に決まり、下野の国の宇都宮家内で内乱が勃発。それを鎮めるのに苦労しておる。下野は荒れ出したらしばらく続く。その間にまずは房総の平定、そして千葉を降伏させ太い川を北上し、関宿城、水陸、街道の要衝のここを奪えれば古学坊に味方する豪族は試算しよう。さすれば古賀御所は一日とかからず陥落じゃ。いかにもですな。されど心配事が一つ。ほう、申してみよう。北条と今川が停戦したとの知らせが。何、もう終わってしまったのか。ええ、甲斐武田が仲立ちしたとのことで、すでに北条氏綱は相模に戻るべく駿河の陣を立ったと。武田信虎、余計なことをしよって。それが仲立ちの交渉は信虎の嫡子晴信とか申す。どっちでもよい、余計なことをしたことには変わりない。急がねばなりますまい。ああそうだな。久保様、マリアツ、武田信政様が到着されました。よし、大広間に通せ、わしも向かう。はは。久保様、遅くなり申し訳ございません。よいよい、これはつまらないものですが、よく売れた奥州琵琶を土産にお持ちいたしました。おお、上総や阿波の琵琶は大粒じゃの。後ほどいただくとするぞ。はは。そなたを呼んだは他でもない。はい、いよいよそれがしが真利安武田家の当主となる時が来たと。うむ、そなたの将軍家に奉公する姿勢しかと見てきた。武田助官の後を継ぐは信政、そなたがふさわしいと思っておる。もったいないお言葉。では久保様から幕府に当主の切り替えを嘆願いただけると。幕府に嘆願じゃと。そんなもの不要じゃ。ここは東京ぞ、世が決めれば済むことじゃ。さすがに。それでは兄信孝は応じないかと。ああ、書状だけでは効果あるまい。それゆえ、よ、自ら上総に出向き信孝を説得する。久保様、さすがにそれは危のうございまする。案ずるでない。
上総の土豪らが足利将軍家の世に対し弓引くはずがない。されど信孝は北条を頼るかと、そうなれば大きな戦へと発展してしまいまする。故に急ぐぞ。急ぐとは年内中ですか。アホか、年内では遅すぎる。3日後に御所を出発し南へ向かう。に3日後とは北条が駿河攻めで疲れている今、この時が好機。そなたは上総に戻り、急ぎ万里八城で兵を集め籠城せよ。武田信孝は今この笹子城によると聞く。世の主力と東上総の境隊はこの清水城に入り、信孝に降伏勧告の使いを出す。降伏せねば城攻めとなろう。里見はいかがなされます。里見義高は世に従うと申しておる。信孝側につくことはないゆえ案ずるでない。母叔父の信明も内乱となったならそれがしに加勢いただけまする。叔父は南上総の讃岐城を拠点としております。叔父にも出陣いただき、笹子城を南北から囲むこともできましょう。おお、助官の弟信明がおったの。うむ、書状をしたためたゆえこれを信明に届けよ。報酬は南上総の信孝領を信明にくれてやると記しておいた。久保様の書状があれば叔父も必ずや動いてくれましょう。当然じゃ。よし、信政は急ぎ上総へ戻り戦支度を始めよう。はは、ではこれにてご無礼いたします。ほほほ。延文6年1537年5月、冬見久保足利義明の緊急の号令で下総や北上総の豪族らが挙兵し南に向け動き出した。北上総武家城主酒井貞治を先鋒に、下総薄井城の薄井景種が続き、義明の弟足利元頼隊、そして本隊が続き、総勢6000が清水へ向け進軍。南上総讃岐城主武田信明も義明の要請に応え800ほどを引き笹子城へ向かった。一方、笹子城に入っていた万里八武田家当主武田信孝は追い見久保の使者からの書状で窮地に陥っていることを知った。バカな、久保様は鶴岡八幡宮への寄進と材木搬入を続けておれば当主の座は認めると申しておった。わしは一度たりともおろそかにはしておらん。鶴岡八幡宮への寄進船と一緒に北条への貢ぎ物も多く運んでおった。そして北条からの見返りに武具の提供を受けていることも知っておるのだ。どうせ信政がでたらめを吹聴しているだけだ。わしは久保様に逆らうつもりはない。その証を用意するゆえ家督返上は今少し待ってほしい。何を証にされても久保様のお気持ちは変わりませんぞ。3日だ、頼む。3日だけ待ってくれ。よろしいでしょう。まずい、久留里城や万那城の豪族らが久保様自らが隊を率いているのを見た途端信政側につくと言い出しておる。くそ、北条氏綱様は今川との戦いを終えたばかり、さすがに援軍を求めるのは厳しいか。明代の笠原殿に打診はしておこう。されど3日のうちに北条の援軍を得られるのは厳しいかと。ああ、3日と申したわ。ここから脱出すればための猶予。北からは久保様、南からは武田信明の隊が向かってきているとき、どうやって落ち延びる。海しかない。この木更津港から江戸湾を南に向かい袋海に入る。ここはわしの本領ゆえ、つくろ海城と峰神城とで籠城し、里見や北条の援軍が入るのを待つ。なるほど。されど、里見は当てになりますでしょうや。里見義高を当主にさせたは、わしの助力あってのこと。義高も、その恩を忘れてはおれまい。では、里見義高殿にも援軍の要請をしておこう。頼んだぞ。こうして武田信孝は、北条と里見に援軍要請を行うとともに、翌日には笹子城を離れ、海路を使い、つくろ海城に入った。そのつくろ海城には、援軍要請を受け金谷城から向かっていた里見義高が先に入っており、信孝を迎える形となった。おう、里見義高殿、こんなにも早く援軍くださるとは。すまぬ信孝殿、当家は久保様にお味方することとなった。 おい、何を申しておる。北条氏綱様を敵に回すことになるぞ。氏綱様には恩を感じてもおる。されど阿波の民の暮らしを守るためにはこうするしかないのじゃ。そなたも拙者と同じ所流の者、わしの気持ちはわかるであろう。わかっておるゆえそなたを撃つような真似はせぬ。当家はこの作る海城から動かぬゆえ峰上城に入り籠城の支度でもするのですな。よいか、里見が北条と手を切ったのだ。相模や武蔵の水軍が攻め込んできても知らんからな。人の心配をするよりまずは己と家臣らの心配をしなされ。ち、者ども居城峰上城まで撤退じゃ。すでに追見久保に調略されていた里見義高は武田信孝と敵対し筑路海城を奪った。この決断により義高は死ぬまで北条と争い続けることになるのである。わずかな共回りに守られ、なんとか峰上城にたどり着いた武田信孝は急ぎ牢所の支度に取り掛かった。よいか、数日のうちに敵は千葉の西までやってこよう。各櫓と砦の弓矢や兵糧もすべて本黒に運んでおくのじゃ。
大筋信元と申す者が城に来ておるが、知っておる者か。おう、北条の中心、笠原信為殿の家臣じゃ。すぐに通してくれ。かしこまった。信孝様、ご無事で何より。大事ない。それよりも、そなたが来たということは、北条の援軍が入ったか。いえ、残念ながら、当家は、駿河侵攻を終えたばかりで、とても援軍を送れる状況にございません。やはりか。ならば、何故そなたがここに。主、笠原信為の指示にて、里見家を探っておりましたが、お弓久保様が挙兵されたと聞き、急ぎここに参った次第。そうであったか。信孝様が、笹子城を捨て撤退したことで、勝佐の土豪らの多くは、久保側に寝返っておりまする。策なく籠城しては、無駄死にするだけにございまするぞ。ああ、里見に見捨てられ、北条の援軍も入らぬなら、遅かれ早かれ、死は訪れよう。されど、それが死の福祉である。久保様と一戦交え散るなら、誉れなしであろうぞ。誉れですと？将軍家に敵対しての死なのです。これすなわち、逆賊、武田信孝が成敗されたということ。不名誉な将として、子子孫孫語り継がれますぞ。それは困る。どうすれば、不名誉な将にならず、当主に居続けられる。一旦、当主の座は捨てることになりましょうが、今は武蔵へ落ち延びることです。当家が日越島するゆえ、当主復帰の日を待ちましょうぞ。そなたを信じるぞ。はい。では、私の船まで案内いたしまする。うむ。こうして武田信孝は、大藤信元の説得に応じ、北条の船で南武蔵まで落ち延びると、金沢の地で庇護されることとなった。それから数日後、信孝の後を追い、峰上城までやってきた武田信明が、空の城を抑え、足利義昭を迎え入れた。信孝の身柄はどこじゃ？それが、勝佐を抜け、隠居すると、隠居じゃと、信孝の置き組がありました。お弓久保様、ついに本性が出ましたな。父、長官がいなければ、久保になれなかったことを忘れ、自ら、兵を率い、当家に軍事介入するとは、誠世の末ですな。アホらしくなりましたので、勝佐をで、出雲の地にて隠居し、百首でも読みながら、のんびり暮らすとしまする。せっかくなので、最初の一句は、久保様を大木に献上いたしまする。信政を、手駒に使う、獅子久保、入れる折なし。ああ、がなしきや、がなしきや。ほほほ、負け犬の遠吠えじゃな。里見隊が、筑路海城を押さえてもおります。信孝が逃げた先は北条であろうかと。放っておけ。されど信孝が生きておるとなると、よい、元よりあやめるつもりはなかった。嫡流である信政が当主につき、暴走を一枚岩にさせることができればそれでよい。はっはっは。信明には約束通りこの峰神の地を与えるぞ。ありがたき幸せ。うむ、これで武田信政が新たな割厚武田家の当主となる。信明、補佐を頼むぞ。ほほほ、お任せくだされ。上総桜蘭と呼ばれる丸安武田家内の内向は、お弓久保足利義昭に指示された武田信政側が勝利し、暫定的に当主についていた武田信孝から信政に当主が変わり、これにて暴走の大半がお弓久保派としてまとまったのである。それから1ヶ月後、北条家当主氏綱は鶴岡八幡宮仮殿上等の儀式に参列していた。儀式には氏綱啓室の弟であり関白に出征していた近衛種家らも参列するなど、北条家の力を誇示する一大行事として催された。海軍和尚、お疲れでございましょう。参列者が多すぎてくたびれましたぞ。ははは、申し訳ございません。鶴岡八幡宮は坂東武者の守護神、敵味方に関わらず多くの豪族らが集まりましたからな。仮殿の上等だけでこれだけ集まるのです。落成の儀式では鎌倉中が武者だらけになりますが、ははは。いかにもご覚悟くだされよ。ご覚悟などと氏綱様に申されると背筋が凍りますぞ。そんな、なんぞ愉快な話でもあるのか。おお、関白様のお越しですな。義理の弟ですぞ、様はご勘弁を。何を申します、関白様であられるのじゃ、当然のことぞ。して妻にはお会いになられたか。姉は皆の凶王で大忙しであった。あれでは話しかける暇間もないぞよ。して標識の賢者が。うむ、伊豆や相模での民の思う祭りごと、仙台、総水港から絶やさぬ朝廷献金、そしてこたびの鶴岡八幡宮再建の苦労、帝も大変喜ばれておるぞよ。それはよかった。本来なら鶴岡八幡宮再建は武家の棟梁である足利家が務めるべきこと。されど古賀久保もお弓久保も北条に任せきり、儀式に顔も出さぬとは困ったもんじゃ。古賀御所からは寄進船と供物が届いており、重臣の関宿城主柳田高助殿が参列されておりましたな。ほう、筋だけは通してきたか。
して、お弓御所の方はどうじゃ。どうも、ガツサの内乱に、クボを自ら介入しているため、ここには来れぬと、文が届いておりました。お弓クボ、足利義明公は、建国前は、炎鶴岡八幡宮で修行していたと聞くではないか。ええ、別当であったとも聞きます。困ったもんじゃ。標識の剣をそろそろ。おう、そうそう、北条のこれまでの励みに、左京式の長官、左京の大夫を、帝から貸し下さるよう勧めておりますぞよ。左京の大夫、おと、それはありがたい。武家では、最高位の官職と言ってもよろしかろう。姉上も、良きお家に嫁がれましたな。ほほほ。いいか、綱重、恥ずかしいから、二度と、脳筋、などと名乗りなよ。なんでだよ、脳まで鍛え上げられた武者ってことだぞ。違う、戦うことにしか脳がないイノシシ武者だとの揶揄だ。侮辱されているってことだぞ。なんだと。もうリーマーサー。まずは、旗差しの脳筋を消すのだ。け、千本も書いてしまった。なんとかしろ。面倒が増えたではないか。森政め、後でとっちめてやる。氏康様、殿が玉縄城で緊急の空気を開くと、急ぎ城に向かってください。うむ、わかった。鶴岡八幡宮、仮殿城東式に参列するため、東鶴岡を守る、為元忠以外の重臣らが集まっているこの時を使い、北条実綱は諸将を玉縄城に集め、今後の軍議を開いた。すまんすまん、あれがあれで遅くなった。遅いぞ綱重。もうリーマーサー、てめえ脳筋を俺に仕込ませやがって。絶対許さん。兄上、ここはこらえてください。脳筋には脳筋の役目があるのだと申しただけ。お前がどのように解釈したかは知らんがな。俺を侮辱したことには変わりねえ。そのようにすぐにカッとなるところが脳筋なんだ。うるせえ今。綱重殿、あなたが一番うるさいですぞ。間もなく殿が入られる。腰を下ろしなさい。くそ、皆の者、急に呼びつけてしまい申し訳ない。まずもって、鶴岡八幡宮での儀式が滞りなく済んだこと、氏綱、礼を申す。為政、儀式に参列も寄進もせぬ関東への大名はおったか。はっ、大名では、扇ヶ谷上杉友貞、そして、将軍家、お弓久保、足利義明様と、やはりか。殿、マリアツ、武田信孝殿をお連れいたしました。おう、信孝殿、入られよ。はは、武田信孝にございます。お弓久保の突然の挙兵には、わしも驚いておるが、今川や八幡宮の件で気が回らず、援軍が出せずで申し訳ない。氏綱様、謝らないでくだされ。すべては、拙者の力が足りなかっただけのことにございまする。里見もお弓久保に下ったと聞いたが。吉高だけは許さん。稲村では、あれほど手を貸してやったものを、わっさりと裏切りおって。わしとて同じ気持ちじゃ。一日も早く、信孝殿が給料回復できるよう努める上、今少しこらえてくれ。なんとも心強いお言葉。氏綱様に一つお願いが。何なりと申してくれ。ここにおられる大藤信元殿には大変世話になり申した。大藤殿がいなければ拙者は今頃この世にはいなかったでしょう。本来なら拙者から礼をさせていただきたいところじゃが、ご覧の通りの落ち武者でございます。氏綱様からいくらかの恩賞を与えてやってはいただけぬか。信孝殿、余計な気遣いは無用にございまする。余計な気遣いではないぞ。信為からもこれまでのそなたの働きはよく聞いておる。ははこれより、そなたを侍大将に任ずる。引き続き、笠原信為隊の与力として励めよ。ありがたき幸せ。所領は、確か、相模の中郡二宮であったな。はい。うむ、信元を中郡の軍隊に任ずる。軍隊にと。ああ、感情は後ほどしたためる。これからも、当家のため、中郡の領民のため、励めよ。ははさて、皆をここに呼んだは、他でもない。八幡宮の式辞を終えたゆえ、これよりは、五岳坊様の要請に応え、軍を動かす。やっと来たぜ、この、納期。いや、次期八幡、綱重様の出番だ。ああ、綱重にも、しっかり働いてもらうぞ。マリアツ武田家当主に、信孝殿を戻すためにも、一気に暴走へ乗り込む。慌てるでない、綱重。里見義高が敵方となったのじゃ。里見や正木の水軍は侮れん。ならば、江戸からお弓御所を奇襲し、慌てるでない。原案、現状を説明してやってくれ。はいはい。こたびの鶴岡八幡宮の一件で、当家の関東での威信は大きく膨らみました。それは民の暮らしを第一に思う父宗瑞の教えを皆が忠実に守っているから。そしてかの執権北条氏と同様に寺社を手厚く庇護する武家としての姿勢を認められてもきたからじゃ。古学坊足利春氏様からは、一日も早く関東に平穏を取り戻すため、お弓久保の排除、そして両上杉の弱体化を当家に委ねる趣旨のご内書もいただきました。されどお弓久保は阿波の里見義高を調略し、勝佐の丸八武田信政を当主とさせたことで、暴走にはたやすく進行できなくなっております。一方、武蔵の扇ヶ谷上杉家では当主上杉智興が数ヶ月前に亡くなり、嫡子友貞が継いだとのこと。友貞は12歳と若いが、智興の病が長かったこともあり、混乱なく相続を終えていると聞きます。そして智興の遺言でもあったのでしょう、
太田兄弟や南畑正直ら重臣の隊が江戸攻めの支度に取り掛かっていると知らせを受けています。確か暴走を統一したお弓久保と扇ヶ谷上杉は通じておるはず。両方から同時に江戸城を攻められてはさすがにきついですぞ。いや拙者はそうは思わん。扇ヶ谷はまだしもお弓方が土井川や荒川を溶かし攻めてくることはしないであろう。お弓久保の狙いはあくまでも北の久我久保様、扇ヶ谷が当家を牽制している間に下総を一気に攻め上る算段。いや里見の水害を使い江戸を狙うはず。お弓久保もこの江戸湾を完全に支配できない状況で北には向かえんはず。まずは扇ヶ谷と共に江戸城を落とし、その後に北じゃ。江戸城は我らがこの数年でより強固に改修させた簡単には落とせん城となっておるのじゃ。綱高殿はどの程度江戸城が固いか知らんから申しておろうが。ほう、どの程度固いのじゃ。カッチカチなくらいかてぞ。カッチカチだと。ああカッチカチやぞ。ようわからん、ちゃんと説明せよ。とにかくカッチカチなんじゃ。終わりましたかな。ははい。綱影殿の申されている通り、お弓久保、足利義明様は当家を敵視してはいるものの、表立って争いを仕掛けてくることはないでしょう。何故に？大義がないからです。大義など、久保であれば、いくらでもでっち上げられましょうぞ。義明様は、したたかなお方であり、久保としての誇りも高きお方です。あざとい真似をしてまで、当家に喧嘩を売ることはしないでしょう。なれば、扇ヶ谷の奴らが、兵を整える前に、先に葛西城を奪還するのはいかがか。それでは、扇ヶ谷の要請を受け、義明様が、江戸や品川に向け動いてきましょう。当家に攻め入る口実を与えてしまうことになります。それでは、全く打つ手がないではありませんか。ここは、奇策妙計を練らねばなりませんな。ならば、夢中に遊を生ずの策はどうであろう。兵法三十六計の第七計、夢中生遊にございますな。はい、まず今日示して敵を欺き、その後に術を用いて攻める。広くは、陽動策と捉えがちな計略でありますが、それがしが用いるなら、極刀は葛西城であり、術も葛西城、そして、術の術はお弓久保。今の当家の威信、そして兵力ならば可能でありましょう。なあ、古本の宅図がしたいのはわかるが、何を言っているのか、さっぱりわからんぞ。つまりだな。説明せぬでよい、つましげには理解できん。お、親父様、宇治康、そなたの申す策は面白い。されど、虚の実も、葛西城では、誠の虚はどこだと申すのだ。ここです。そこは扇ヶ谷の。いかにもです。原案、いかが思う。一つ間違えれば、陽動隊は壊滅となりましょうが、今の武蔵の情勢を考えれば、敵の意表を難なくつくことができましょう。よし、宇治康の計り事を採用する。はは、宇治康は、陽動隊の長とする。やれるな。お任せくだされ。うむ、こたびの陽動には、さほど数は与えられん。わかっております。与力に、清水義政、北条綱重、松田森秀の相模衆を加えた、二千とする。小沢城に入り、小太郎からの知らせを待て。決して策に溺れるでないぞ。はは。よし、他の者じゃが。遠山綱影と大助隆景助はこの石浜城に、大道寺森政、笠原信為はこの平塚の使われていない城を回収し川を渡る船を集めておくのじゃ。富永親子は横浜と品川の水軍を江戸に集結させよ。そしてわしと玄庵、そして綱高の小田原衆が江戸城に入る。あとは葛西城や蕨城の扇ヶ谷の動きにより出陣の時を定める。よいな小太郎。ここだ。いつもの吹聴を頼む。葛西城周辺でいいか。いや、扇ヶ谷領全域に頼む。当家が葛西城を狙っている。お弓久保との射団が狙いだとな。よい。よいか。これより扇ヶ谷上杉とお弓久保どちらをも相手にする戦が始まる。こちらも多くの痛手を伴おうが、関東を五岳坊足利春氏様を柱とする安寧の世とするためには、北条を名乗る当家が動かねばならぬであろう。こたびの策は軍の規律が何よりも肝要であり、戦の結果を左右することにもなる。規律を守らぬ者は一門不代であろうと容赦せぬで覚えておけ。では皆の者、江戸城にてまた会おう。北条氏綱は扇ヶ谷上杉軍が江戸城攻めの動きを見せたことに対応するため、氏綱自ら主力を率いて江戸城に向かった。各地から江戸に集まった数は優に1万を超えていた。同時に嫡男宇治康の別動隊2000は江戸城から西に20キロほどの古巣小沢城に入り、出陣の時を待った。北条家当主宇治綱が江戸城に入った知らせはすぐにも扇ヶ谷上杉家居城川越城に届いた。友直、山の内上杉からは小畑や成田ら重臣が鶴岡八幡宮に参列したと聞いたが、当家からは誰も向かわぬでよかったのか。良いのです。北条なんぞ元は伊勢家所流のもの。それが偉そうに鶴岡八幡宮再建などと奴らが強奪するまでは鎌倉は当家が治めていたち、そこに出向き宇治綱に頭を下げるなどどの家臣もできません。されど鶴岡八幡宮といえば八幡大菩薩様を祀る坂東武者の聖地、
敵味方にかかわらず無人であれば良いのです。お弓久保様からの書状にもありました通り、まずは江戸先代智興様の悲願でもありました江戸城奪還を成し、居城を江戸城に戻すのです。その後久保様の後押しを得て南進し、武蔵から北条を追い払いましょうぞ。余は江戸城を知らんのだが、良い地なのか。そうでしたな。殿はこの川越城に移られてからお生まれになりましたから無理もございません。江戸の地は起伏も少なく、海と川に恵まれた豊かな地にございます。それゆえ戦も絶えぬ地ではございますが、暴走を鎮めた久保様がおられれば必ず野党家に戻りましょう。ならば良いのだが。殿、至急の知らせ申してくれ。はっ。北条家当主北条氏綱自ら一万の主力を率い江戸城に入ったとのこと。江戸港にも北条水軍の船500隻ほどが集まっており、周辺の市場である石浜城平塚城にも続々と兵が入り始めていると。江戸周辺に集まった北条兵はざっと1万5000にはなろうかと。その数は多いのか。はっ。わらび城や火災城に入った大田隊難波田隊ではとても防ぎきれぬ数かと。敵はすぐにも荒川を渡り火災城へ攻め込み、お弓御所との連携を断つが狙いとの噂もあり、領民らは北に逃げ出しておると聞きまする。まずいではないか。やはり八幡宮に行かなかったことで北条を怒らせてしまったのではないのか。もとより北条は道家を潰すまで戦ってくるつもりです。主力を江戸に集めたということは伝令の申す通り火災城。どうすればよい。まずはお弓久保様へ援軍要請の使者を飛ばしましょう。そして火災城の太田殿や蕨城の難波田殿にも知らせ、荒川の監視と奇襲にも備えさせる必要があります。あとは東隊も小詰めとして足立郡の川口あたりで布陣し備えておきまする。余も向かうのか。殿は動いてはなりません。この川越城で知らせをお待ちください。わかった。では行ってまいります。北条実名が1万を超える数で江戸城に入ったことで火災城を本気で狙ってくると捉えた扇安上杉陣営は荒川を渡り攻め込んでくることを想定し戦支度を始めた。その動きは小太郎によって小沢城の北条氏康に届けられた。氏康様、出陣の下地が入ったと伺いましたが。ああ、行くぞ。なあ、そろそろどこに攻め込むか教えてくれよ。そなた、あの表情に出ておったであろう。さては、寝てたな。寝てねえよ。難しい話をすると、すぐ寝るでな。うっせえな。わかったわかった。うたた寝していたのは認める。今一度教えよ。こたびの策も含めしっかり教える。寝ずに聞けよ。狙いはこの川越城。川越城だと、古本の読みすぎでまた気が狂いやがったな。気など狂っておらん。これより我らは川越城を襲撃しに向かう。大きな奴の巣窟だぞ。2000ごときで落とせる城ではない。敵は当家が火災城を攻めると思い込んでいる。それゆえ重臣である上田智直までもが東武蔵の御詰めとして川越城を出たとのこと。小太郎の調べでは川越城には当主上杉智貞とその近似や奉公衆、あとは留守居役が300程度。川越城は上杉智興が栗輪を獲得させたと聞く。早々には落とせん。そうこうしているうちに小詰めが駆けつけてくるぞ。一日で終わらせる。それ以上にかかるようなら撤退とする。たった一日で撤退だと。次期八幡綱重様が参陣しておるのだ。そう簡単に撤退はできねえ。我らは領導隊だ。城を奪うが役目ではない。絶対奪ってやる。お前言ってることがあべこべだぞ。そんなことよりどうやって2000もの兵を敵に気づかれずに川越まで進軍させるのです。この小沢城から川越城まではおよそ8里、多摩川渡ったすぐ先には神代寺城がある。その先にも観音寺砦、難波田城、有山砦といくつもの敵城があるのです。気づかれずに進むのは不可能かと。うむ、申す通り気づかれずに進むのは不可能だ。故に気づかれることを前提に進軍する。それではたどり着く前に合戦となりますぞ。ははは、今から合戦をするぞって顔で乗り込めばそりゃそうなる。ではどんな顔で北に向かうと。八幡大菩薩様の顔でじゃ。得意だろ綱重。ああこんな顔だ。ははは、そうだ、その顔だ。意味がわからん。敵意なき仏の顔で堂々と進めばいい。半時との数捕獲されるぞ。これを使う。鶴岡八幡宮武装海元和尚直筆の参拝令状だ。なるほど、進行ではなく礼を申しに向かうという体で川越まで向かうと。しかしいくつも令状がありますが。ああ2000もの数がぞろぞろと進軍してはさすがに仰々しいし時もかかる。それゆえ2000をわし、綱重、義政、森秀の4体に分け、おのおの別の道にて北へ向かう。そして川越城から少し北の伊草村で落ち合い、北から川越城を襲撃する。落ち合う日は3日後だ。承知しました。明日早朝宇野国には玉川の渡河を開始する。者ども良いな。ついに北条氏康が動き出した。自らが立案した策が成功するかどうかは全てがこの別荘隊の動き次第であったが、用意周到の氏康が支度した海元和尚の令状が効果的面となり、疑われることなく北武蔵まで進軍した各隊は予定通り3日後に比企郡遊佐村に集結した。
敵の5つ目は、ニリ南の荒川手前で布陣している。その数1500ほど。川を渡っておらんかったか。となると、川越城の異変に気づき、駆けつけるのに数刻といったところか。さようかと。小太郎。呼んだか。北車の守兵は、どの程度おる。50はいる。爺様も小田原城攻めと同じ策を用いる。なるべく、守兵を南に集めたい。小太郎は、先に城に侵入し、北条軍が南から、向かっていると触れ回ってくれ。御意。綱重、出番だ。おう。胴体1800を、そなたに預ける。日が沈み出したらホラガイを鳴らし、時の声を上げ、城、南から一斉に矢を追いかけてくれ。は、弓矢だけか。ああ、攻め込んではならん。敵が門を開け、逃げ出してきたら撃て。敵が門を開ける。ようわからんが、了解。よし、残りの200は、わしと共に北に回り、日没と共に攻め入るぞ。敵の五詰めが荒川を渡っていないことを知った北条氏康は、城攻めに時はかけられないと判断し、夜襲で一気に城を奪う策に切り替えた。よし、ホラガイを鳴らせ。川越城の者ども、聞こえるか。北条一門、次期八幡、綱重様が、わざわざ来てやったぜ。挨拶がてら、矢の雨を食らわせてやりて、しかと味わうんだな。弓隊、放て。な、なに、北条の将が、なぜ、川越まで来れたんだ。急ぎ、友貞様に知らせねば。夕げ時ぞ、何事じゃ。どうも、北条の隊が、南から攻めてきていると申しておりますが、おそらく誤報であるかと。誤報と思うなら知らせるでない。殿、大変です。で、敵将、北条綱重が、2000ほどの兵を従え、南車に攻め寄せてきております。誤報ではなかったのか。しかも、2000。友直は、上田友直はどうしておる。上田殿は、御詰めとして出発しております。ここにはおりません。城にはどれだけおるのじゃ。我ら世話役も含め、300弱かと。友直が戻るまで耐えられるのか。戦慣れせぬ者も多く、とても北条綱重隊の攻めを防ぐことは困難かと。ダメだ。そなたは、すぐにも友直に、わしを救いに戻るよう、早馬を出してくれ。はは。その頃、北に回っていた北条氏康率いる200は、北車へ侵入するべく、松田盛秀を使者として向かわせた。誰だ。主、上田友直の使者として参った松田と申す者。北条軍が川越城に向かっていると領民から聞いたゆえ、急ぎ一歩入れに参った。北条が南車に攻め込んできたというは誠であったか。このホラガイからするに、南の車方面ですでに戦は始まっているのでしょう。北条勢は2000や3000、いや4000やの五つ目が到着する前に城が落ちるやもしれません。囲まれる前にお逃げくださるよう殿に。わかった。松田殿、知らせ、かたじけない。森秀、頭が回るのを。何の。綱重に頼んでおったら、今頃あの門番は真っ二つであったろう。さようですな。さあ、あの門番の後を追えば、上杉友貞の居場所がわかりますぞ。急ぎ向かいましょう。ああ、そうだな。よし者ども、櫓や館に火をかけてはならん。無傷で川越城を奪い、父やおじらを驚かせてやろうぞ。行くぞ。攻め入れ。北条氏康は、城を落とすことより、その後の牢城のことを想定していた。敵の五詰めが数時間後に川越城まで引き返してくるのは明白で、城が囲まれても戦えるよう、なるべく無傷で乗っ取りたいと考えていた。せい、上杉友貞はこの館の中だな。ははは、残念だな。殿は、とっくに城から逃げておるわ。偽りを申すでない。己の目で確認するんだな。そんなに早く、居城を捨てるわけがなかろうが。いや、館はもぬけの殻。将兵も、皆東小口から逃げたかと。親子揃って、逃げ足だけは早いな。皆の者、大義。城が無傷で奪えれば上出来だ。森秀はすぐに兵糧の蓄えを確認せよ。はは。義政は外で弓矢の鍛錬に勤しむ綱重に終わったぞと伝えてやってくれ。承知。あ、先に南門を開けるでないぞ。綱重に切り殺されるでな。矢倉から三つ鱗の旗を振れば猛禽なあやつでもわかるであろう。はは。一方、川越城の東門から抜け出していた上杉友貞は、事変を聞き引き返してきていた小詰めの上田友直隊に無事庇護された。友貞様、ご無事でよかった。父より、しっかり逃げ道を聞いておったで助かった。避難訓練は大事ぞよ。そうですな。さて、城を取り戻しに向かうぞ。石膏の知らせでは、川越城を襲った北条軍は2000と聞きます。大将に、北条氏綱の嫡男、氏康、そして今川との戦で一躍名を挙げた北条の猛将、綱重もおるとのこと。こちらは1500しかおりません。あの強固な川越城を攻めるとなると、全滅を覚悟しなくてはなりませんぞ。全滅とは、世も含めてか。はい、壊滅ではなく、全滅です。それはならん。川越城はもうより、他にどこか移れる城はないか。ひとまず、拙者の松山城にお入りください。その後のことは、城に入ってから考えるとしましょう。そうと決まれば、すぐに向かうぞ。夕餉を食べ損ねて、腹が減っておるのじゃ。はは。大永4年、1524年に起きた江戸城の戦いで、江戸を追われた扇安上杉友貴が、新たな居城として入った川越城も、それから13年後に、またも北条に攻め落とされた。
どんなに大きく頑丈な城であっても、守る兵がいなければこうもたやすく落ちてしまうのだと世に知らしめた結果ともなった。居城を奪われた上杉友貞は、中心上田友直の居城、武蔵松山城まで逃れた。その知らせは、翌日には葛西城や蕨城にも届き、城将だけの軍議が緊急で開かれた。兄者、友貞様が川越城を捨て、松山城に入ったとは誠に。絶好の知らせでは、北条氏康や綱重らの隊が手薄となった川越城に奇襲を仕掛けてきたと。バカな。何故、北条軍は川越まで進軍できたんだ。瞬間移動でもできる術を持ってるんじゃないか。知らんけど。そんなもの、あるはずがない。なあ、ここらが潮時であろう。潮時とは、友沖様にはよくしていただいたが、その友沖様は亡くなり、当家の居城も失ったのだ。もしや、北条に鞍替えするなどと。ああ、同族の大田助隆殿は、すでに北条に組みし、江戸城を任されているとも聞く。北条氏綱から、娘をもらい受けてもおるから、北条一門衆でもあるのだ。助隆殿を通じて、北条氏綱に。慣れ事として聞き流すことにします。まもなく、難波田様もここにやってきますぞ。よからぬ念は吐かぬよう。ああ、言われぬでも分かっておる。お二方、待たせたな。江戸の北条は動いておるか。いえ、川向こうに陣取ってはおりますが、動く気配はありません。水軍もか。はい。やはり、葛西城に攻め込めと見せかけることで、当家の兵をここに集めさせるのが狙いであったと。であろうな、まんまとはめられたってわけだ。くそ、殿は松山城まで引いてしまったのです。このままでは、次は、蕨城か難波田城が狙われまする。分かっておる。お弓久保様からは、この小野台城に勝佐衆を集めているとのこと。里見の水軍も市川の港に向かっていると聞く。では、北条も動けなかろうかと。ここの主力は、川越城の奪還に向かわせましょうぞ。暴走の兵が集まるのに日がかかる。一度に引いてはまずい。まずは、わしの隊が難波田城に戻り、川越城を監視する。助明の隊は、頃合いを見て神大寺城に入り、敵が玉川を渡らぬよう見張ってくれ。頃合いとは、お弓久保様が小野台城に入った頃でよかろう。久保様への文はわしから送っておく。はは、それがしは。助政はこの葛西城に残り、小野台城と連絡を密に取り、北条を牽制しておくのじゃ。城兵は常に多くいるよう、上り旗の数を増やし、炊飯の数も多く見せ続けよ。はは。良いか、焦燥するでないぞ。見方を変えれば、北条の嫡男が川越城にポツンと取り残されておるのじゃ。いわば、氏康という人質を我らは得たと考えればよい。なるほど。されど、あの川越城に2000が詰めておる。簡単には落とせぬゆえ、なんとか山の内や武田の力を借り、川越城を奪い返す。二人とも頼むぞ。はは。こうして、江戸進行路線から一転、守勢に転じることとなった大東上水軍は、順次、北や西に隊を動かし、玉川からの北条軍の進行に備える動きを取り始めた。一方その頃、大東からの要請を受け、お弓御所から河野大城に向かっていた、お弓久保足利義明は、房総街道沿いの鷺沼城に入ったところで、難波田正直からの書状を受け取った。久保様、扇ヶ谷からの文にはなんと。ああ、北条の狙いは、葛西城ではなく、扇ヶ谷の居城、川越城だったとのこと。なんと。ああ、見事といえば見事じゃが、北条の嫡男を向かわせたは、無謀であったな。よなら、可愛い息子、義澄に、そんな危険な務めなど、させられんわ。父上、呼ばれましたか。おお、聞こえておったか。うむ、氏綱は、まこと、アホな当主じゃなと、笑っておったとこじゃ。されど、先の、駿河での今川との戦では、北条氏綱の進行は目覚ましく、どの大名も恐れるほどであると、旅人が申しておりました。侮ってはならぬかと。恐れるに至らず、小大名なら、いざ知らず、我らは、足利将軍家ぞ。北条の皮をかぶる狸どもなんぞ、敵ではない。久保様、確かにそうではありますが。されど、北条は、その昔、堀越久保、足利茶茶丸様を討ったこともございます。何をしでかすかわかりませんぞ。あれは、室町の将軍から指示を受けての御所襲撃じゃ。むしろ、伊勢宗瑞とやらが、堀越久保を始末してくれて、こちらとしては助かってもおる。おっしゃっている意味が。わからんやつじゃな。世が、誠の関東久保ぞ。古賀だけでもうざいのに、他にも久保が残っていたら、一層手がかかるであろうが。そういうことですね。して、千葉や高木は、返答をよこしてきたか。それが、どうも古賀久保と通じておるようで。根木内城から、半美西の小金台に、高木種吉が新たな城を築いており、我らが太井川沿いに北へ進軍するのを阻止するが狙いかと。千葉家と戦って、無駄に兵を消耗させたくはない。そなたは、今も千葉一門であろう。なんとか千葉正種を説得してまいれ。何度も試みてはおります。試みる程度では弱い。どんな手を使ってもよい。死ぬ気で、調略するのじゃ。世の本体は、年内いっぱいは、小野台城に入り、北条と扇ヶ谷の情勢を見守っておるゆえ、
今年中に吉報を届けよ。ね、年内はちと。なんじゃと、世の命に従えんと申すか。いえ、必ずや年内に無料報。ああ、頼むぞ。はは。それから数日後、河野大将に追い三久保を率いる主力8000が入ったことにより、北条氏綱はさらに動けなくなった。それを確認した葛西城の太田助明は、弟助政に後を任せると、神代寺城に向け城を立った。その後、どの大名も目立った動きは見られず、冬を迎えた天文6年12月、古学防廃下の下総の国、関宿城に北条玄庵の姿があった。玄庵殿でございますな。いかにも。久保様は、間もなくお越しになられる。今少し待たれよ。その前に、柳田殿に一つ確認しておきたいことが。何でしょう。確か、久保、春氏様の妾は、柳田殿の娘と伺いましたが。その通りにございます。数年前に腰入れしております。にもかかわらず、主氏綱の娘を、春氏様の妾に入れてほしいと、柳田殿は申されておるのですな。はい、久保様は。北条氏綱様が裏切らない証を握っておきたいのでしょう。あの大木ヶ谷通江杉の居城、川越城をあっさりと奪う手腕を高く評価してもおりましたが、それゆえに、お弓久保にくら替えされることが怖いのでしょう。仮に、どの妾からも、おの子が生まれたとしたら、価格からして、北条の血を引く者が、次の子が久保となる可能性もあるのですが、それでも構わぬと。無論、承知しておりまする。ならば、お会いするとしましょう。では。おう、久しいの。上皇、出会ったか。今は、玄庵と呼ばれておりまする。うむ、頭、キレッキレの玄庵であるな。呼び立ててしまい、申し訳ない。久保様に呼ばれれば、どこにでも参上いたしまする。嬉しいの。聞きますに、どうも下野の宇都宮あたりが、バタついているとか、いないとか。バタつくなど、ないない。ちょいと、一部の家臣が、些細な喧嘩をしているまでのこと。久保様からの仲裁のご内緒を無視し、宇都宮の重臣らが兵を挙げた対立。主、宇都宮視察などのは、見て見ぬふりをしているとか、いないとか。血の気の多い者が、陽気おるゆえな。まあ、すぐに静まるゆえ、案ずるでない。案じてはおりません。むしろ、久保様の主力である宇都宮に、内乱が起きていることは、こちらにとって好都合なのです。もしや、お読み方に願えるつもりではあるまいな。まさか、それならば、私がここにやってくるはずがございません。であるなら、お読み討伐は、後回しに、扇ヶ谷や山の内を先に攻めると、申すのだな。川越城をうまく落とせたゆえ、その勢いのまま武蔵を。落ち着いてください。川越城を吸収したのは、すべてが夢中所有の計略の一端。夢中所有、陽動策ということか。いかにも。されど、扇ヶ谷に陽動を仕掛けたとて、お弓久保には何ら効力はないぞ。こたびの策は、三度陽動策を発動させてこその夢中所有の計略。三度じゃと、川越城攻めはその一度目ということか。そうなります。ほう。ならば、次と、その次はどう動く？それは、お教えできません。なぜじゃ、わしは久保ぞ。まずは、当家の姫を、春氏様の妾とすること。そして、お弓久保を、足利義明様を討った暁には、氏綱に、関東管理の任務を与えることであろう。それは前にも申したが、わしから、幕府にしっかり打診するゆえ。そのついでに、もう一つお願いが。さらっと、要望を追加しおったな。妾の件もあるゆえ許す。申してみよう。はっ。再来年には、鶴岡八幡宮本殿が落成となります。その落慶式の場にて、久保様から氏綱へ、関東管領補任の命をお願いしたいのです。なるほど。その席であれば、多くの公卿や豪族も集まっておるゆえ、効果は絶大であろうの。相変わらず、頭キレッキレの坊さんじゃ。ご了承いただけたということでよいですかな。無論じゃ、早策を聞かせよ。ではこちらの絵図を。川越城はここにございます。ここには、氏康や綱重が2000ほどで詰めておりますゆえ、早々に落ちることはありません。そして次に狙うは。年が変わった天文7年、1538年2月。まだ寒さの厳しいこの時期に、北条氏綱は動き出した。氏綱は、主だった諸将を江戸城に集めると、緊急の軍議を開いた。皆の者、待たせたな。いよいよ動くのですな。ああ、氏康の描いた通りになっておる。小太郎からの知らせでは。宇治安らがこもる川越城には、兵糧の蓄えも多く、あと1年は耐えられるとのこと。その川越城を奪還しようと、南畑や上田の隊が城周辺を囲むも、城の堅牢さをよく知る者らじゃ、数が揃うまでは、まともに城攻めはせぬであろう。敵が手をこまねく間、松田森秀が近隣五郷の調略を成功させ、城からすぐ西の、諸城を拠点とする山内上杉家の豪族、諸明重や、勝沼城の三勝秀が当家に寝返った。さすが、あの松田頼秀殿のご着手じゃ。あっぱれぞ。そうなのじゃが、されど、諸や水戸は山の内上杉の従属豪族。今は、あまり山の内を刺激するは、得策ではない。ならば、一刻も早く、この神代寺城、そして、南畑城、ここを落とし、
川越城への街道を開きましょうぞ。そう思うであろう。ええ、敵もそう思っておるからこその計り事なのじゃ。ということは狙いは扇ヶ谷ではなく、あくまでお湯に久保。ああ、玄庵頼む。はいはい、先ほどの絵図にて、まずは扇ヶ谷上杉側の主な陣ですが、川越城周辺には南畑隊、上田隊、南の神代寺城には大田助明隊、そして東の葛西城には大田助政隊。川越城を奪われたことで敵は主力をこのように配軍せねばならぬ状況になっております。一方お弓久保ですが、今年に入って徐々に小野台城から兵を引き上げております。当人はすでに御所に戻っており、里見らも阿波に下がったと。おそらく昨年いっぱいまで小野台に入り、当家を牽制するのが扇ヶ谷との取り決めであったのでしょう。お弓久保が引き上げるのを待っていたと。そういうことです。扇ヶ谷上杉は西武蔵に目が行き、お弓久保も江戸周辺で戦にはならないと踏んだ。まさに今この葛西城を攻めます。来たぜ。この城は拙者が守りきれなかった城だった。玄庵様、何とぞ先方をお命じくだされ。はい、そのつもりですよ。よいか、ここからは戦の連続となろう。扇ヶ谷やお弓久保がどう動くかで皆の務めも変わってくる。一つ間違えれば強撃を食らう危険もはらんでおるが、当家の結束力は何よりもどこよりも固く強い。そうであろう。わしももう50を過ぎた。陣頭指揮を取るのもこれが最後となろう。どうか皆の力でわしに優秀の美を飾らせてくれよ。よし、陣立てを申す。総大将は玄庵とし、先方は石浜城から出立する遠山綱影隊、右翼を大道寺森政隊、左翼には笠原信為隊、中軍に大田助隆景助隊とし、水軍は富永隊、そして五詰めにわしの隊とする総勢1万。敵の上将は大田助政で千もいない数だとのこと。南を水軍、北からは遠山と笠原、西から大道寺と太田で囲み、一度の降伏要請を入れた後、退場せぬなら総攻めじゃ。出陣は明日早朝とする。時をかけては里見の水軍に横っ腹を突かれることにもなる。玄庵の指示に従い数日のうちに陥落させるのじゃ。北条氏綱が江戸城に入っておよそ半年の間、全く江戸城から動かなかったことで、葛西城の太田助政をはじめ多くの扇ヶ谷上杉兵は油断していた。北条軍は続々と利根川を渡ると、葛西城に向け進軍。海からも富永直勝率いる水軍が川を登り、城南まで向かっていく。北条軍の大将、玄庵からの使いがやってきて、この書状をと。何、北条からじゃと。葛西城の首相殿、北条の頭脳であり軍の長を務めております玄庵宗哲と申します。これより当家は扇ヶ谷上杉家の滅亡を目的に武蔵侵攻を開始します。すでに当家の駿河侵攻のことは耳に入っておりましょう。今川は駿河東部を当家に渡すことを条件に停戦となりましたが、扇ヶ谷上杉家はさてどう出ますかな。2日待ちます。逃げるなりこもるなりお好きになさいませ。ご釈な挑戦状じゃ。助政様、まずいです。周辺の地侍らが城の守りから離れ逃げ出しておりまする。当家からの恩を忘れし愚か者めが、どうせ使い物にならん奴らだ。分かっておけ。されどまともに戦える者は500程度しかおりません。とても北条の精鋭にはかなわぬかと。ああ分かっておる。そなたはこの北条玄庵の書状を持ち、すぐにも南畑様と兄の城へ援軍の要請を頼む。はは。よいか、この葛西城が落ちてはお弓久保様との伝達が困難となる。そうなっては当家の先がいよいよ見通せなくもなる。無駄な兵が減ったおかげで兵糧はたんまりあるのだ。援軍が来るまで何としても耐えるぞ。こうして葛西城の城代大田助政は北条に戦う姿勢を示すとともに、南畑政直や大田助明に援軍要請をかけた。その知らせは翌日にも南畑城に戻っていた南畑政直に届けられた。くそ、今度は東からか。助政様からは何とか援軍を送ってほしいと。送りたくとも送れぬのじゃ。川越城、西、山の内三家の諸、や、三棚、北条に鞍替えしたことで、川越城の北条らの士気がさらに上がった。下手に東武蔵へ兵を送れば、南畑城や蕨城が危うくなる。それでは、葛西城は持ちませぬ。助政は勇猛な若武者、あの者を失いたくはない。葛西城を失えば久保様との。北条と交戦を選べば、城も助政も失う。されど、今なら城を失うだけで済もう。されど葛西城は久保様との。くどい、今は一兵たりとも粗末にはできん。助政に蕨城までの撤退を命じる。夜のうちに城を抜けよと申しておけ。はっはっは。そしてその足でお弓久保様にもこの状況を知らせてほしい。頼めるな。必ずや。当家の命運はそなたにかかっておる。はは。南畑政直からの城放棄の命はその日のうちに葛西城の太田助政に届けられた。ああ分かった。納得されるので。そなたも取り囲む北条軍を見たであろう。この平城に500そこらで抗っても持って半日。あの時は血が昇って籠城を訴えたが、
南波田様が申される通り、今は兵を失う時ではない。無念にございます。この後お弓御所に向かうと申したが、は久保様が太い川向こうで目を光らせていれば、北条らも早々には北武蔵へ動けなくもなる。なんとか再び挙兵していただけるよう頼むぞ。命に変えても。生きてまた会おう。はは。法政を助けまさは従う者らを連れ、夜のうちに火災場を抜け出した。しかし城には北条を嫌う地侍ら百ほどが残り、籠城を続けていた。そして約束の2日が過ぎた。玄庵様、2日が経ちました。そろそろ城攻めのご下地。うむ、間もなく小太郎が戻ってくる頃です。城の様子が分かった。昨夜のうちに大助けまさら400ほどが城を抜け出していた。今は徹底抗戦を訴える地侍や野党ら100ほどがこもっている。上々です。小太郎は蕨城、南畑城、神代寺城周辺に北条軍が間もなく攻めてくると流言飛語を頼みます。よい。綱影殿、お待たせです。よっしゃ。皆さん、城に残りし者は命を惜しまぬ武者ばかり。数が少ないからと気を抜いてはダメですよ。当家の強さ、徳と見せてやるのです。かかりなさい。5年前に大義安に奪われていた火災城を取り戻すべく、先方の大山綱影隊や笠原信為隊、大道寺森政隊が一斉に攻め込んだ。数で圧倒する北条軍に城平らはなすすべなく散っていった。ぜっぜって、北条なんかにこの城を撃つ。さ、首相の首を挙げたぞ。綱影、よう撃ったぞ。これでこの城は再びそなたの城となろうな。だとよいな。わしからも打診しておるで、問題ない。次は奪われるなよ。ああ、次は死んででも城を離れ。ははは、その息だ。城は数刻で北条が耐え落ち、後方で砲を聞いた北条実名も火災場へ入った。この知らせはお弓御所に引き上げていたお弓久保足利義明にも続々と届けられた。久保様、北条が火災場を落としたとの知らせが入りましたが。ああ、聞いておる。やはり狙いは火災場であったと。いや、同時に攻め込むのが好きな北条だ。昨年、氏康が西から侵攻したとき、氏綱も東から攻め上る算段であったが、余が小宇野台に現れたゆえ、恐ろしくなって江戸から動けなかったんじゃ。そうでありましょうか。そうに決まっておる。それゆえ、余が御所まで引いた途端に江戸から動いた。わかりやすいやつよ。南波田殿からは、再び挙兵をと申されておりますが。ああ、一向に服従せぬ、千葉や高木に攻め入るつもりであった。夏には挙兵となろう。酒井らは先に小宇野台城に入り、薄い影種らと太い川で北条を睨みつけておけ。かしこまりました。兄上、またも出陣と。ああ、宇都宮や佐竹が弱っているうちに、まずは千葉じゃ。そこを崩せば関宿城は目と鼻の先。関宿が手に入れば古賀御所などあってないようなもの。関宿は川と陸の要衝、手に入れば大きいですな。そうよ。昨年は扇ヶ谷からの要請で出向いたが、こたびは違うぞ。元よりは、マリアツと里見に、すぐにも戦支度を始めよと伝えるのじゃ。はは。父上、それがしは、またも留守でございますか。いや、こたびは、世の本陣に加わるがよい。そなたも、いずれは、公方となる身なのじゃ。将軍家にひざまずく雑魚大名らを、その目でしっかり確かめる、良い機会であるからな。はっ。こうして、お弓久保足利義明が発した激文により、暴走の諸将が動き出した。勝田からは、マリアツ武田の馬瀬や信明が、阿波からは戻ったばかりの里見義高が再び水軍を引き勝山港から出航。正木時重も陸路にて再び河野台に向け出陣した。北条軍が火災場を奪ってから3ヶ月が過ぎ、徐々に河野台周辺に追い方の兵が入る様子を北条実名は矢倉から日々確認していた。里見の正木隊も市川に陣を置いた。マリアツ勢も金杉砦に入ったと聞きます。暴走の主力が河野台や相模台に続々と集まり。ああ、毎日見ておるで分かっておる。里見義高率いる水軍も入れば敵勢は2万近くにもなります。今のうちに太い川を渡り千葉勢と合流しましょうぞ。まだか、小太郎、おるか。呼んだか。お弓久保は御所を立ったか。いや、まだ立っていない。気配もないか。気配はある。足利義明の弟元頼がこの幕張城に入った。おそらく兵隊を先に動かし、その後に久保が動くのではないか。やはりか。やはりとは。お弓久保の狙いはあくまで古賀久保だということ。北に向かうために兵を集めていると。そういうことだ。この小野台城には薄い影ざめが上昇として入り、その北の松戸城には久保の重臣チーズ雪のりが昨年から城代となり守っておる。後方の金杉砦にはマリアツ武田勢、そして海側の市川に里見の正木勢が陣を置いた。まもなくこの堀江港あたりに里見水軍が現れ、当家を牽制する狙いだ。当家が西に動けば一気に火災場を襲うであろうし、動かねば扇ヶ谷に恩を売った形となる。
そして当家を釘付けにしたところに満を持して公方がやってきて、太い川を登った先の根内城や小金城一帯を支配する千葉家傘下の高木種義を屈服させるつもりであろう。さらに川沿いを北に進軍し、この関宿城、ここが落とされれば古賀公方の権威は大きく失墜する。あとはお弓公方の好きなように持っていけよう。ならばなおさら早めに動かねば。今当家が動けばお弓公方は御所から動かなくなってしまう。それではこたびの策は失敗に終わるのだ。されどお弓公方が合流されては敵の士気の数も上がり、迂闊に川も渡れなくなりまする。それなのじゃ。一つ策がございます。信元か、産む、申してみよ。はっ。まず当家の士気を高めるため川越城に入っておられる氏康様を荒川を使い火災場まで呼びまする。そこは扇がやつ領じゃぞ。さすがにそれは厳しい。数人の殿周りで材木を運ぶ商い船に紛れれば可能かと存じます。陸路を選ぶよりもはるかに安全であり早くたどりもつけます。まあそこは小太郎に働いてもらうとするか。して策の続きを申せ。はっ。お弓公方が小宇野台周辺に入るまで待つのは同意にございます。それまでの間敵に悟られぬよう一日に数十名ずつこの谷中村まで向かいます。ここらの太い川は川幅こそ太いですが水かさは低く容易に渡れましょう。数十名ずつ太い川を渡り小金城に順次入っていきます。数ヶ月もすれば数千は小金に入ることができ、いざ決戦となれば千葉勢らとともに北からの伏兵として使えまする。なるほどの。公方が来るまでの時を使い一部の兵を先に千葉領に入れておくというわけか。そのお役目拙者に任せていただけないでしょうか。玄庵が間もなく関宿城から戻る。氏康の呼び出しの件も含め検討し指示することとする。何卒お頼みいたします。よし皆の者、引き続き東西の監視そして戦に備えての鍛錬を続けるのじゃ。間もなくして関宿城から戻ってきた北条玄庵の領主を終えて大藤の妹の立てた策が動き出した。小太郎はすぐにも川越城に入り氏康に氏綱からの命を伝えた。数名で荒川を使って火災場に向かえか、着難にさせることか。俺がついている、死ぬことはない。ああ頼むぞ。次期八幡の俺もついているから案ずるな。お前はここの留守居だ。おい野党に襲われたらどうする。俺の護衛がなければ死ぬぞ。そうだそなた上司になりたいと申しておったな。おお無視たる者、一国一城の主は夢だからな。そなたをこれより川越城の城主とする。俺がここの城主いいのか。わしは北条家の着難、父の領代でもある。重要なこと言え二度申すが、これより綱重を川越城の城主とする。死ぬ気で守れよ。よっしゃ任せておけ。俺は不死身ゆえ城が落ちることはない。そなたこそ川で溺れて死ぬなよ。北条一門次期八幡武蔵川越城主北条綱重様か。良い響きだ。ははは単純なやつだ。森秀後のこと頼んだぞ。はは城から出なければ敵が攻めてくることもない。綱重が敵の挑発に乗り打って出てしまわぬようしっかり見張っておけよ。何よりもそれが一番苦労しそうですが何とか対応いたしまする。うむよし吉政行くぞ。ははこうして数名の遠回りのみで川越城を立った北条氏康は太郎の案内で荒川を船で下り火災城へ向かった。一方火災城から10キロほど上流の谷中村では笠原信為大藤の妹の指揮のもと旅人に扮した北条兵が太い川の渡河を始めていた。そして夏が過ぎ秋を迎えた頃下総大弓御所が慌ただしくなった。天文7年1538年10月、先に幕張城に入っていた大弓公方足利義昭の弟元頼から最新の情報が義昭に届けられた。義澄弟元頼からの文じゃ、読んでみよう。はは後悟り水軍三千が堀江港に入ったと。小宇野台と相模台にも続々と上総や阿波の兵が入ったことで北条の足はみたりと止まったとありますね。ほほほこれで余が小宇野台城に入れば北条氏綱は恐れをののけしょんべん漏らしながら小田原に逃げ帰るであろうよ。やはり時期は意外でございます。うむうむこの東京が人となる日も近いのを、そのためにも目障りな甥の古賀公方春氏を退治しに参るかな。では悠々に出立は明後日じゃ、義澄も一緒に参るぞ。はは弟元頼の知らせを受け北条軍は甥公方自らが参陣することを警戒している、いや恐れていると捉えた足利義昭はこの月満を持して甥御所を立った。義昭率いる本隊2000はおよそ30キロの道のりを3日かけてゆっくり進軍し幕張城で元頼と合流し金杉砦の備えを確認した後河野台城に入った。江戸城に一旦戻っていた北条氏綱もその動きを知り急ぎ火災城に入った。玄庵お弓公方は誠に河野台城に入ったのだな。ええ小太郎の調べです。確かでしょう。弟の足利元頼や嫡子義澄も帯同しているとのこと。なんとこれは逃してはならんな。敵の数はどの程度となる。そうですね、松戸城にはシーズラ・カズサ衆や下総衆が2500、小宇野台城には本隊含め8000、
後方には金杉砦に五詰めの真利厚勢2500、市川や堀江には里見勢5000、総勢18000ほどかと。なるほど、集めたな。こちらは千葉勢を含め2万といったところか。数はほぼ互角となるな。そうなります。笠原隊は許可を済ませ小金城に入っておるな。はい、2000ほどが小金城で出陣の支度を整えております。氏康には指示を出したか。抜かりございません。ここより北の高須賀の地に陣次郎を作らせております。富永殿の水軍は南から里見水軍を見張っておりますゆえ、川を登ってくることはしないでしょう。うむ、ならば例の剣も抜かりないな。お弓久保の三陣が秋になったことで助かりました。なるほどな。では玄庵無中将勇の神髄をお弓久保にとくと教えてやれ。お任せあれ。全ての駒が揃ったことを確認した北条実左はついにお弓久保との直接対決に動くことを決めた。その翌日、誰も想定していない地で突如戦が始まった。それは河野台でも相模台でもなく、その北の千葉領小金城周辺であった。北条家臣笠原信忠と千葉家臣高木種義と対立し衝突、戦へと発展したのである。これは当然ながら見せかけの芝居であったが、小太郎による流言により河野台城のお弓久保に誇張して届いた。何、小金城で千葉家臣同士の内乱が起きておるじゃと。はい、どうも。北条方の将を城に入れる入れないで揉めているようで、笠原信為と申す。北条家老が捕らえられ人質になっていると。これは愉快じゃ。夜が来た途端に千葉家が揉め出したわ。ほほほ、さすが父上です。であろう、これが久保の力ぞ。兄上、北条の家臣玄庵とか申す者から書状が届きましたと。玄庵、どこかで聞いたな。じゃが氏綱も逃げ支度を始めたということであろうな。お弓久保、足利義明様、北条氏綱が弟箱根権現別当玄庵宗哲と申します。ご承知の通り、千葉家と当家とは吉見を通じており、扇ヶ谷攻めの援軍を申し入れておりましたが、突如、千葉家臣、高木種義が当家に反旗を翻し、名代である当家の家老、笠原信為が小金城で捕らえられてしまいました。笠原は当家にとって不代の家臣。このままでは、父、伊勢宗瑞に顔向けできませぬゆえ、どうか高木種義討伐が終わるまで、兵を動かさぬよう、お願いしたいと思い、筆を取りました。元鶴岡八幡宮別当でもあられました久保様ならば、この願い受け入れていただけると信じておりまする。千葉が揉めておるは誠であったの。久保様、北条から書状と聞きましたが、誰からに。これじゃあ玄庵宗哲と申す坊さんじゃ。玄庵、北条玄庵はマジで超マジで危険な武将です。この書状を信じてはなりません。武将ではない、箱根権現別当じゃ。どこかで聞いたなじゃと思ったが、思い出した。確か長江とか申す別当が玄庵宗哲と名を改めたと聞いたが、まさか氏綱の弟であったとはな。これは太い川を無事とかしたいがための計り事です。みすみす許しては絶好の好機を失いまする。そなたは千葉に攻め入るためにとかする北条兵を撃てと申すのか。そうです、許したと見せかけとかする北条兵を弓で狙い撃ちするのです。そんな卑怯な真似は弱すかん。要は北条と戦うためにここに来たのではない。敵は千葉、そして小学坊。北条が千葉とやり合ってくれれば、こちらも手が省けて助かるではないか。その千葉と北条がやり合うこと自体が玄庵の策なのです。まずは石膏を放ち、実際に小金城で内乱が起きているのかを確かめてから返答されるがよろしいかと。太い、仮にそうであっても北条ごとき成り上がり内名が世に弓引けるわけがない。そなたは黙って北条水軍を見張っておれ。知りませんぞ。元よりここに玄庵には承知したと伝えよう。あと念のため松戸城の清水幸則にいくらか兵を引きさせ、小金城の様子を探らせるのじゃ。承知しました。こうして足利義明は里見義隆の忠告を退け、千葉や北条の動きを静観する構えを取った。その里見義隆は堀江に戻る道中、家臣正木徳重の陣によった。殿、久保様はなんと。話にならん。わしがどれだけ言っても久保である自尊心が強すぎる。久保様の敵は古賀久保のみであると思っておられるのでしょう。ああ、久保様からは北条の水軍だけを見張っていろと言われた。そなたの隊も仮に北条と戦になっても積極的に動かぬでよい。久保様を見限ると。そうは申しておらんが。今さら北条方につくこともできませんぞ。わかっておる。されどあの玄庵殿が久保様に書状を送っているのだ。玄庵様だか。もしや北条の誠の狙いは扇ヶ谷領への侵攻ではなく。ああ、お弓久保様じゃ。お弓御所もろとも消滅させるつもりであろう。どうしまする。当家はこれ以上深入りはせぬこととする。合戦となっても動かぬと。ああ、我らは北条水軍だけを見ていればいいのだからな。仮に久保様が敗れた時は漁夫の利を得るまでよ。北条玄庵のたった一枚の書状だけでお弓久保軍内に隙間風が吹いた。
その翌日早朝、大弓不合の指示で松尾城から清水幸典率いる800ほどの隊が小金城の偵察に動いた。その動きを高須賀の高台で確認した北条氏康は、千もいないくらいか小金城の偵察隊なんだろうよ。お弓久保からの渡河の許しは得たそうだ。一時後に川を渡るぞ。ああ、義政は葛西城に渡河の知らせを頼む。承知。北条氏康は大同時代とともに3000を率い太い川を渡河した。そしてシーズ隊の後方を追うように進軍する。見えたぞ、あれがシーズ隊だ。こちらの動きには気づいておらんな。そのようだ。よし、者ども、策は熟した。久保に盾つく逆賊と罵られようが、それも一時のこと。父が関東管領になれば、官軍の行いとして歴史に刻まれることになる。夢中所有の我が計略、ここになせたり。行くぞ、行くぞ、行くぞ、突撃だ。後の世で第一次河野大合戦の名で残る北条と小弓久保との戦いがついに始まった。北条氏康、大道寺盛政率いる3000の北条兵が時の声を上げ、相模台を駆け上がるとシーズ隊の後方に突撃した。シーズ様、後方です。後方から北条隊が襲撃してきました。北条じゃと、もしや図られたか。殿、小金城を調べてきましたが混乱など起きておらず。混乱はこっちじゃ。そなたは何とかして松戸城に戻り援軍を要請してまいれ。ははは。間もなくして小金城に北条氏康突撃の砲が入った。信元は氏康様の考えていることが全てお見通しのようじゃ。たまたまにございます。嘘を申せ。嘘ではございませんよ。ははは。笠原殿、策はうまくいったようですな。うむ、どうも久保には高木殿にわしが拘束されたと伝わっているそうじゃ。か、笠原殿を拙者が拘束などと。ははは。玄庵様の書状には皆騙されるゆえな。さて、戦支度は終えておりますかな。いつでも出立できまするぞ。よし、氏康様の援護に向かう。皆の者、出陣じゃ。小金城、根木内城から出陣した北条と千葉軍2500も戦に参戦し、わずか千足らずのシーズ隊は窮地に陥った。まもなくして要請を受け、松尾城から向かっていた援軍戦が入るも、数の差を覆すことはできなかった。いよいよ、そなたが大の大阪。ああ、勝さ、シーズ城主、シーズ幸典だ。そなたの首、北条御由緒州大道寺盛政がもらい受ける。上等だ。おや、いよ、一匹目だな。盛政、手際がいいな。綱重みたいな、おしゃべりじゃないんでね。ははは、それでよい。よし、敵は間もなく壊滅となろう。その次は松戸城じゃ。始まって数刻でシーズ幸典は撃たれ、隊は四散し、相模台で起きた初戦は北条軍の圧勝で終わった。合戦の間も北条軍は続々と太い川の渡河を終え、河野大城の対岸で陣取る北条綱高隊以外は松尾城北の相模台に集結し、松尾城の包囲を開始していた。この段階になってようやく河野大城の足利義昭に戦況の知らせが届いた。なんじゃと。シーズ幸典が討ち取られ、松戸城も陥落寸前と申すか。はい、間違いございません。続々と北条軍が太い川の渡河を終え、相模台に集結しております。数は何とも言えませんが1万は超えるかと。お宅といったところか。世に戦を仕掛けるとは面白いではないか。そなたはすぐにも五詰めの丸八つ隊と市川の正木隊に河野台へ向かうよう伝えよう。はは。影種はおるか。はい。ここらで決戦にふさわしい地はどこじゃ。北条と決戦されるの。ああ、久保に逆らったらどんな目に遭うかを教養なき北条氏綱に教えてやる。野戦で北条にかなった大名はおりません。ここは兵を、このまま引き下がったのでは松戸城も敵の手に落ちたままになる。そうなれば古賀御所がさらに遠のいてしまうではないか。ここは決戦で白黒つけ、二度と世に逆らわぬよう押し付けねばならん。なればこの河野台と松戸城の中間にある矢切台、川の氾濫の多い地でもあり、民家はなく平地でもございます。決戦にはうってつけかと。よし、そこじゃ。明日早朝より順次矢切台に向け出陣じゃ。翌日、おいにくぼう足利義昭は河野台城を立った。松尾城を降伏させた北条氏綱も同様に矢切台に向け進軍し、両軍は退陣した。この時北条軍は千葉軍と合わせ約18000、それに対しおいにくぼう軍は丸安武田軍と合わせ約12000。里見の正木隊が動かない分、おいにくぼう軍が少ない状況となっていた。玄庵、わしはこの戦でお弓久保を倒すことができたなら氏康に家督を譲ろうかと思っておる。父の遺言にございますな。ああ、お家の力が強い時にこそ家督継承をさせるべきであると。両上杉を滅ぼすことも父の遺言にございますが。ははは、それはわしから氏康への遺言に変えようかの。決戦を前に弱気なことを申されてはなりません。そうであったな。まずは何としてもこの戦に勝たねばならん。よし、馬の刻より戦闘開始とする。諸将に伝えておいてくれ。かしこまりました。一方その頃、久保本陣では
正木隊はまだ来ないのか。ええ、北条水軍の阻止に回るとの一点張りで。北条水軍は里見水軍だけでよい。正木隊はこっちへ来いと再度伝えてまいれ。はは、兄上、敵陣からホラガイが鳴り始めましたと。おそらく動き出してくるかと。くそ、まだ揃っておらぬというに。こちらが整うまで今少し待ってほしいと伝えましょうや。平気で人を騙す奴らじゃ。そんなことを聞くはずもない。こちらも動くぞ。全軍前進せよ。北条軍から発せられたホラガイに反応した足利義明はついに兵を動かした。ははは、こちらのホラガイに釣られ動き出したか。これで敵がどう動くかがよくわかる。氏康様、敵戦法の境隊薄い隊がまっすぐ向かってくるようです。まっすぐか。力ずくで学力の中心を突破する気か。ならばこちらは包囲するまでのこと。全軍に申し伝える。本陣を疲れてはならん。槍弓を構え突っ込んでくる敵襲に備えておけ。見えてきたぞ。あの中心におるのが北条氏康じゃ。そこを突破すれば氏綱の本陣も近い。一気に崩すぞ。かかれ。境隊に遅れを取る。我らは公方様の軍、逆賊北条の奴らを叩き潰すぞ。我に続け。正午前、ついに矢切田の地にて両軍は激突した。数で勝る北条軍であったが、お弓久保軍の士気は高く徐々に押され始めた。くそ、敵兵が多いか。弓隊急げ、もっと追いかけるのじゃ。よしよし、押しておるな。その調子で氏康隊を蹴散らしてしまいなさい。戦闘が始まって半時が過ぎた頃、お弓久保軍に朗報が入った。金杉砦から駆けつけた間に合わず武田軍が北条左翼の高木隊に攻めかかったのだ。久保様、今こそご恩に報いますぞ。あれは千葉の中心高木種吉の隊だな。敵側面を突くぞ。かかれ。いかん、あがっての進行を防げ。よし、高木隊が浮き足だ。今じゃ敵の翼をへし折ってしまえ。北条左翼が崩れたことにより薄い隊の勢いはさらに増し、笠原隊も後退を余儀なくされた。おのれ。信元、大丈夫か。少々腕を切られただけにござれば。本陣に下がり手当てを受けてまいれ。これ式そなたは軍内ぞ。病人のためにも命を粗末にするでない。何よりその腕では槍も触れなかろうが。笠原様を守らねば。逆じゃ、わしがそなたを守らねばならなくなる。足手まといじゃ。はよ本陣に下がれ。ははさすがに久保軍じゃな。これまでの敵兵とは全く違う。里見が参戦していたら負けは確定してましたが。のんきに申しておる場合か。里見がいなくとも劣勢ではないか。間もなくです。おお、例の件か。間に合ったのか。厳密に言えば間に合いませんでした。期待を持たせる言い方をするな。氏綱様、玄庵殿。そなたは鶴岡八幡宮であった柳田殿であったな。はい、小白坊様の出陣は叶いませんでしたが、この二旗をお持ちしました。これがあれば北条は小学防軍です。これはまた派手に大きな二旗ですが、大きくなければ敵に知らしめることができませんからな。柳田との感謝いたしますぞ。玄庵、すぐにも三旗を立て諸将を奮起させてまいれ。はは、小太郎。ここだ。これがわしからの最後の頼みとなろう。敵陣に入り小学防軍は北条に加勢した。その後も続々と援軍が向かってきていると言いふらしてまいれ。よい。よし、これで我らは賊軍ではなくなったぞ。一気に巻き返しにかかる。全軍体勢を立て直し剣道従来でかかるぞ。まもなくして北条本陣に小学坊足利春富士の御旗が掲げられた。そもそもそんな旗の存在などほとんどの兵は知らなかったが、しかし足利義明や元よりはその存在と重さをよく知っていた。バカな、あれは春富士の旗ぞ。春内が北条に加勢するためにここへ来たというのか。あの者が戦場に赴くはずがございません。旗は見せかけでしょう。見せかけであれ、あの旗が掲げられては士気は下がる。とにかく旗を奪ってくるのじゃ。されど旗は敵の本陣、すぐにはたどり着けませんぞ。いいから目障りなあの御旗を燃やしてしまえ。ではそれがしの隊も前進させ、敵中枢をつきましょう。足利義明の同様と小太郎の働きにより優勢だった追い見久保軍の勢いが鈍った。不水殿、足が止まっておりますぞ。久保様はご立腹じゃ。あの怪しげな旗を倒しに行きますぞ。あれは小学坊様の御旗ですぞ。あの旗に向かって戦うことなどできません。錦の御旗でも何でもない、単に小学坊の趣味で描かれた旗じゃ。続々と小学坊の隊が向かっているとも勝ち目はございません。ああ、やっちがあかん。我らだけでも向かう。ついてまいれ。あの旗の効果は絶大だな。勝手に敵兵が下がり始めたぞ。よし、好機到来じゃ。反撃にかかるぞ。どけ。どけるわけなかろう。その装束それなりの装と見たが。お弓久保、足利義明の弟元頼じゃ。将軍家の者ぞ。頭が高い、控えよ。ははあ、
などと申すと思ったか。何をする？これは大手柄物だな。古学坊の御旗を倒そうと北条軍に飛び込んだ足利元頼は笠原信為により討ち取られた。そのことがさらに北条軍の士気を上げ、追い三久坊軍の壊滅は時間の問題であった。その状況は堀江で戦況を見守る里見義隆にも入った。北条は古学坊を担ぎ出したそうじゃ。これよ、これが玄庵という男の恐ろしいところじゃ。と当家はどう動くので。だから申したであろう、御府の利を得ると。我らは第三者ではなく、お弓方に加担した当事者ですぞ。我らは野獣馬じゃ。ただ戦を見物しに来ていたまでのこと。ぼちぼち阿波に戻り、一括さ進行の支度に入るぞ。お弓久保様を見捨て撤退すると。撤退ではない、旅を終えたで阿波に戻るのじゃ。よ、吉高様、お待ちくだされ。こうして里見軍は戦場を離脱し、阿波に撤退してしまった。その頃、矢切台の北条本陣には次々に優勢の知らせが入っていた。あい、わかった。さあ、とどめを刺しに向かうぞ。狙うは足利義明、義澄親子の首のみじゃ。首を上げた者には好きなだけ褒美をやるぞ。全軍前進じゃ。薄井隊、酒井隊の両翼は多くの兵が逃げ出し壊滅となった。マリアツ武田隊も隊を後ろに下げ戦線離脱となり、残すは追い三久坊の本陣だけとなっていた。逃げるな、逃げるでな。おじいが撃たれました。北条め、絶対に許さん。こら、義澄、そなたは本陣を出てはならぬに。久保様、この戦は負けです。御所まで引き上げましょう。ならぬ、北条何度に屈しては松代までの恥。好きになさいます。せい、おら、お、威勢の良い若武者じゃ。当然じゃ。お弓久保、足利義明の嫡男、足利義澄ぞ。当家に弓捨てる者は誰一人としていないと父は言った。すまんな、若武者ゆえ名を聞かなけりゃ助けてやってもと思ったが、お弓久保の着手と聞いてしまってはそうもいかん。おりゃ、わしがこれ以上出世しても仕方がない。この首は綱陰にでもやるか。面目ございません。よ、義澄が、かわいい義澄が。大当時とか申す者の手にかかり。役立たず目が、世は久保であるぞ。お弓久保、足利義明であるぞ。世に弓引く者など、この世におってはならんのじゃ。なぜ逃げんのだ。御所まで逃げ帰れば、抗う道は残されていたもの。よ、世は、久保じゃからだ。あ、足利家は、武士の僧侶なるぞ。ははは、久保だからですか。この乱世では綺麗ごとに過ぎません。戦は必ず勝てるとは申せぬが、大事なのは負けないこと、そして大将が死なないこと。そのどちらもできない大将は猛禽以下でありましょう。百戦に危うからずとでも申したいのであろうが、まあなんとでも申せ。腹を切る力は残っておりますな。ああ北条氏綱が長子氏康が解釈役をつかまつりまする。そなた氏綱の嫡子であったのか。それならよかろう。どこぞの足軽に切られるよりましじゃ。ならば解釈を頼む。北条氏綱、あの世でも世が久保じゃ。待っておるからな。お見事です。しかしわしが久保の首をはねることになろうとは、これも戦国の世の習いか。よし、皆聞け、この氏康、お弓久保、足利義明の首討ち取ったぞ。氏康殿が久保を、森政殿が嫡子義澄の首を挙げたとのこと。これにてお弓久保は断絶となりましたな。義澄の首は遠山綱影が打ったと書かれておるが、字体を見ればわかります。この字は森政殿。手柄を綱影に与えるつもりであったか。つまらぬことをしよって。氏綱様、見事なまでのお弓久保討伐、終着至極にございます。信孝殿、この首は足利義明と嫡子義澄で間違いないな。はい、間違いございません。よし、これで勝さを取り戻しに向かえるな。ああ、我が手で必ずや上総の地を奪い返しまする。よう申した。引き続き当家の軍はお弓御所攻めに向かう。その後勝さにも進行となろう。その際にそなたも従軍するがよい。はは、感謝いたします。あそこまで三畑が効果を発するとは思いませんでした。ああ、わしもじゃ。これでまた一段と北条に流れを引っ込みましたな。一気に両上杉もと申したいのであろうが、まずは暴走を固めてからでないと。わかっております。さてさて、これで心置きなく古学坊様と北条家を結ばれたと公言できまする。結ぶと申せば、嫁いだ娘は春氏様に好かれましたかな。ええ、お子が生まれるのも相当に先ではなかろうかと。そうかそうか、ならばよかった。春氏様によろしゅうお伝えくだされ。ああ、ではここで。殿、富永の水軍からの知らせで、里見水軍はかなり前に阿波へ撤退していたとのこと。正木隊も含め里見兵は跡形もありません。そうか、里見はそう動いたか。父
上、矢切台は一通り片付き、将来は皆本陣に入られました。うむ、宇治安、こたびの働き誠見事ぞ。ははよし、皆の者聞いてくれ。こたびの決戦、誠苦しい戦いであった。久保軍は数で劣っているにもかかわらず士気は高く、これまでの敵とは比べ物にならぬ強さであった。されど皆の頑強の精神が久保軍を跳ね返した。わしは勝ったこと以上にそこに感銘しておるぞ。一部の者には申しておったが、こたびの戦の勝利をもってわしは当主の座を嫡子宇治安に譲ることにした。以後はこの宇治安に従い、父伊勢宗瑞の精神、そして民衆と寄り添う祭りごとを貫き通してくれ。宇治安、皆に一言申せ。一言ですか。北条家当主となった宇治安だ。良いか者ども、兵法を知らずは一軍の将にあらず、民の心を知らずは北条武士にあらずじゃ。わしを若輩者と侮るなら侮ればよい。されど統率を乱す者、わしの命に従わぬ者は即刻首をはねる。そのことよく覚えておけよ。のっけから厳しいの。さてわしは身を引き小田原に隠居となるが、されど引き続き目を光らせておるで、そのことだけは忘れるでないぞ。明日よりは南下総、そして上総に向け進行となる。旧千葉領は千葉家に、勝佐は武田信孝殿の地とするべく進軍する上、勝って兜の王を占めて臨むのじゃ。よいな。よし、北の小賀御所で吉報を待つ足利晴氏様に届けよ。勝ち時じゃ。天文7年1538年10月に両軍が激突した第一次河野台合戦は、河野台よりも北の相模台で戦が始まったことから相模台合戦とも呼ばれている。この決戦で、おいみくぼう足利義昭と嫡男義澄が亡くなったことで、おいみくぼうの地は途絶え、滅亡となった。その影響は大きく、これまでおいみくぼうに従っていた下総や上総の豪族らは、次々に刀を置き、北条に下っていく。北条軍は、その年のうちに、おいみ御所を破却すると、井の花城にこもる残党を排除し、千葉義実を迎え入れた。抵抗の姿勢を見せる、おいみくぼう派の丸安武田家当主、武田信政も、間もなくして北条に屈服し、武田信孝が、前田津武田家当主の座に返り咲くこととなった。こうして北条実綱は、わずか数ヶ月で、下総や上総の地を得たこととなり、小賀久保を支える関東一の大名として、日本全土に伝わっていくことになる。ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。当番組では、通説や新説、そして歴史学者様の見解などを総合し、雪村なりにたどり着いた一つの合戦の形を動画にしております。戦をしなければならなかった理由は必ずあり、勝つための策を定め、いざ戦に臨み、そして勝敗が決する。時の戦国武将の立場や考えを想像することで、合戦の印象は大きく変わるのではないかと思います。事実など誰も知らない。そして絶対もない。だからこそそこにロマンがあるのです。この番組が皆様の想像力を沸かせる一助になれたら幸いです。それではまた別の戦場でお会いしましょう。雪村でした。